ロバート・ヘンリー・ジェンキンス・ジュニアは、アメリカの軍人、アメリカ海兵隊の一員として、ベトナム戦争に従軍した。1969年に戦死した後、名誉勲章を追贈された。1948年、フロリダ州、インターラチェンに生まれる。1955年から1963年まで、オークグローブ小学校に通い、 1963年から1967年までパラトカのセントラルアカデミー高校に通った。彼はフロリダ州ジャックソンビルにて海兵隊に入隊し、サウスカロライナ州にあるパリスアイランド志願兵訓練所の新兵訓練、連隊第二新兵訓練大隊にて訓練に参加した。1968年4月1日、訓練を終えて一等兵に昇進する。 彼は、ノースカロライナ州のキャンプレジューンに送られ、第一不評訓練連隊、第二不評訓練大隊にて、戦闘訓練を受け、また、第一不評訓練大隊では、特別戦闘訓練を受けた。1968年5月末、キャンプレジューンでの訓練を終える。1968年7月、ベトナム共和国に派遣され、現地にて、 第三海兵士団第三偵察大隊の本部中隊に配属された。7月末には運転手として第三大隊 C 中隊に移されている。1969年3月5日、ジェンキンスは C 中隊付けの機関銃士として非武装地帯南方に位置するアルゴンの火力支援基地をめぐる戦いに参加した。迫撃砲や機関銃、手榴弾による攻撃の最中、彼は 仲間の一人であるフレッド・オストロムと配置についていた。そこへ、手榴弾が投げ込まれた時、ジェンキンスはすぐに、オストロムの上に覆いかぶさり、手榴弾の爆風や破片から彼の命を救おうとした。その結果、オストロムは一命を取り留めたものの、ジェンキンスは、致命傷を受け間もなく死亡した。死後、この英雄的な行動により、名誉勲章の追贈が決定した。 1970年4月20日、ホワイトハウスにて、ジェンキンスの家族に対する名誉勲章の授与が、副大統領、スピロ・アグニュルにより行われた。ジェンキンスの遺体は、故郷インターラチェンのシスター・スプリング・バプティスト墓地に埋葬された。ジェンキンスに授与された名誉勲章の勲記には、次のように記されている。ベトナム共和国での敵軍との戦闘において、 第三海兵士団第三偵察大隊 C 中隊の機関重手として示した勇敢かつ大胆不敵、課せられた義務を了駕する命がけの行動に捧ぐ。1969年3月5日、早朝、ジェンキンス一等兵が所属する偵察隊12人は南ベトナム非武装地帯内のアルゴンヌ火力支援基地にて守備についた。海兵らは北ベトナム軍の奇襲を受け、迫撃砲、 自動火器、手榴弾の猛攻にさらされた。ジェンキンス一等兵はもう一人の海兵隊員を連れて二人組で配置につき、機関銃の正確な射撃で応戦していたが、北ベトナム兵は彼の戦友のもとに手榴弾を投げ込んできた。完全に避けることができないと判断し、ジェンキンス一等兵はすぐに戦友を引っ張って地面に押し倒し、彼を爆発から守ろうとその上に覆いかぶさった。 爆発の影響をすべて受け止めたジェンキンス一等兵は重傷を負い、その後間もなく死亡した。彼の勇気と感動的な勇敢、義務への無視の献身が仲間の海兵を致命傷と死から救い、海兵隊と合衆国海軍が誇る最高の伝統を繋いだのである。彼は勇敢にも祖国のために命を捧げたのだ。ありがとうございます。